元オリックス中日の武田健吾選手、試合終盤で見せた涙のホームラン、そのわけとは。社会人野球の聖地東京ドーム、その社会人野球のすべての人がこの東京ドームを目指し激戦を繰り広げる。中でも激戦中の激戦と言われるのが、神奈川を中心に展開される予選、西関東予選。横浜スタジアムで行われるその予選は、東芝、エネオス、三菱重工イーストの3つのチームで2枠を競う。第一代表はエネオスとの乱打戦を制し、さらには三菱重工イーストとのシーソーゲームを制した東芝。第二代表は共に東芝に敗れたエネオスと三菱重工イーストと勝者が勝ち取る。会社の威信、己のプライドをかけた一戦。試合は序盤から激しい動きを見せた。まず守備についた三菱重工イーストの先発ピッチャーは大野投手。前日に延長戦を戦い抜いたため、なるべく長いイニングを投げたいマウンド。対する1回の表、先頭バッターは1番滝沢選手。高めから落ちてくる変化球で見逃し三振。まずは先頭を切る。続く2番バッターはキャプテン川口選手。東芝戦では値千金の同点ホームランを放っている。1番2番としっかりと抑え、順調な滑り出しと思ったが、3番に入った安月沢選手、ここからエネオスの打線が動き始めた。このチャンスに迎えるは4番山崎蓮選手。じっくりと見ていきたい。先取点は絶対に与えられない。コーナーを丁寧に突くピッチングが次のボールでした。体勢を崩されながらも一、二塁間を破る。二塁ランナー月沢選手は一気にホームへ。エネオスが3番4番の連打で先制点をもぎ取る。4番の執念が際立った。天国と地獄の一戦。まずはエネオスが試合を動かす形で始まった。するとエネオスは続く2回、6番に入ったルーキーの丸山選手の打席でした。
ルーキーが大一番で大仕事。エネオス、がぜん勢いに乗ります。一方、エネオスの先発は加藤投手。前回の東芝戦でも登板し、失点を許しており、このマウンドにかける思いは強いだろう。三菱重工イーストの一番は江越選手。序盤からストレートで押していく。先頭を切ってワンアウト。続く2番は塩月選手。ストレートで見逃し三振。続く3番は武田健吾選手。ここはタイミングを外しセカンドフライ。大野投手とは1点、加藤投手は初回を無失点で切り抜ける。しかし2回の裏、三菱重工イーストの攻撃。4番小柳選手、三菱重工イーストの初ヒットは4番から生まれました。5番に入ったのは龍選手。ベテランで様々な経験をしているバッター。ホームランもある選手。ホームランが出ればたちまち同点。ここはファースト山崎選手好プレー。三菱重工イーストに行きそうな流れを渡さない。続く6番は久喜田選手。久喜田行ってくれ。だったらセンター深いよ。一気に一気に。加藤投手もフルスロットルで投げ込んでいく。ここは変化球を打たせサードゴロ。ランナーを進塁させず、続く7番は中山選手。三菱重工イーストは長打力があり、一発でゲームをひっくり返す力を持っている。幸先よく先制し追加点を奪ったエネオス。しかし三菱重工イーストの大野投手も百戦錬磨。
その後はピッチングを立て直し、エネオスに追加点を許さない。一方、エネオスの先発加藤投手に対し、三菱重工イーストも攻撃を仕掛けていく。中盤に差し掛かり、徐々に加藤投手を捉え出した三菱重工イースト。加藤投手は序盤の山場を迎える。そして迎えた5番、龍選手。龍選手、打ち返すか。加藤投手、踏ん張るか。山崎選手、またしてもファインプレー。お互いの気迫がぶつかり合う。しかし、2アウトながらランナー2塁3塁、1本出れば同点。ここの場面で6番久木田選手。たった18.44メートル。しかし、そこには緊張、気迫、執念、意地、すべてが詰まっている。エネオスの先発加藤投手の気迫の前に、三菱重工イーストはホームベースが遠い。終盤に差し掛かり、
次の1点が都市対抗出場へと大きく近づいていくことになるが、その1点を奪ったのはこのチームだった。村上選手、執念で送りバント成功。このチャンスに9番瀬戸西選手、次の1点はエネオスに。中盤ピンチをしのいできたエネオス、待望の追加点。続く1番滝沢選手、この予選非常にバッティングに苦しんでいたが、さらにエネオスは7回、7番丸山選手、この日ホームランを放っている。5点の援護を受けたエネオス加藤投手はその後ぐいぐい押していく。7回もそして8回も気迫は衰えることなく三菱重工イースト打線を封じ込めていきます。
菱重工イーストは8回まで加藤投手の前に得点を奪えません。そして試合は最終回、エネオスはあとアウト3つで都市対抗への出場権を得る。このままでは終われない三菱重工イーストは2番の塩月選手から始まる。最終回じっくりとご覧ください。というわけで激戦の西関東予選第2代表はエネオスで都市対抗出場を決めました。見ていただいたようにこの激闘が全国各地で繰り広げられ、そして間もなく7月の18日からこの東京ドームで都市対抗野球大会が始まります。数々のドラマを作り、そしてまた新たな歴史を作る社会人野球、ぜひ皆さん間もなく始まる都市対抗野球をぜひ見に来てください。徳さん TV はこれからも社会人野球を追いかけていきます。